は皆さんこんこにちは水のさしです今回はですね、えー、先週お約束した通り、えー、第7回の柏崎潮風カップの考察をしていきたいと思いますで先週出した動画では、まあ、決勝とか準決勝とか、まあ、ベスト4の動画を、あのー、試合かを考察するって言ってたんですけれどもせっかくね高校生がこうやって試合して、まあ、全,国全国の大会がね、まあ、まともになかったんでどうせなら1回戦目からやっちゃおうかなと いうことでですね。今回はあのブルボンウォーターボウルクラブ柏崎対青森県選抜の考察をしていきたいと思います。で、どうやって考察するかっていうとま1、あ、番いいのはあのこのシーンこうだったとかってこの辺ね。動画出してそれについて話すのが一番いいんですけど。まあそれはね。youtube 上できないんでまあ、僕はね。今から試合を見て、1p 目はこういうとこがどうだ。どうでとか。ここが良かった。ここが。 よかったこのシュートよかったこの選手しよかったとか話していこうと思うのでまあ僕の動画を見てから試合見るでもいいし一緒に同時進行しながら僕のやつを見て1ピリ見るとかっていうねまあ楽しみ方というかそうやって試合を見て、まあ、勉強するのもありなんじゃないかなって思うんでもしよければ全部見ていただければと思いますはいということで今1ピリ目見たんでじゃあ早速1ピリ目から話していくとまず一番最初の 1ピ目始まってからの印象としては、やっぱり全体的に高かったですね、オフェンス、最後まであの奥まで攻めきれないと、これは、まあ、結構、緊張から来てるものもあるんじゃないかなって思います、大会初日の,うちの、まあ、男子ので奥まで攻めれないっていうのはね、やっぱり緊張は絶対あると思います、今シーズンも大会なかったんで。 であのー、攻め上がれてないんじゃないかなって思ってたらあの青森がね最初に誘発をしたんですよ、はい、で誘発したんですけど耐水ゾーンもまあ比較的に高くなってしまって、あのー、打たされるというかブルボンにブルボンのディフェンスが良くて、まあ、打たされてるような耐水ゾーンになってしまっていました、はい、でその次に、あのー、白チームブルボンが、えー、ハーフぐらいから左上のハーフぐらいから ロングドライブを突っっ込みましたバーってであの最後の最後のそこにボール出たんですけどディフェンスがあのどういったかなこっちからこうきてまあ,あこうか後ろからいったら絶対大失なんですけど横から出たんですけどもうその頃には横に出る前に多分潰してたかなんかでペナルティーになってしまいました、はい、でそれでブルボンの6番の子がペナルティーを決めて1対0と、はい、まあ、でもね あのちょっと6番って今言ったんですけど、アナウンスの声で、その選手の名前が分かってる、聞こえれば、あの動画で6番ないないの選手って言おうと思うんですけど、ちょっと今手元にパンフレットとかないんで、聞こえなかった場合はちょっと番号だけになってしまいます。すいません。で、まあ、1対0と、はい。で、その後ね、まあ、再開から青森がトップ、まあ、センターバックの人かな、まあド、ロングドライブ行ったんですよ。これめちゃくちゃいいと思います。そのロングドライブ行くことによって、 かに勝負できなかったとしても、まあ、セットがちっちゃくなるというかちゃんと前線で攻めれるので、まあ、そのトップからのロングドライバーめちゃくちゃ良かったと思いますでもねその後ねターーーンオーバーになってしまうんですねこれファール解除このし忘れなのかあの中に突っ込んだ人他の人も突っ込んでたんですけどその人のオフェンシブなのかっていうのはちょっとカメラに映ってなくて審判も映ってなかったので。 まあちょっっとこれは何でにななんでででにたかかわいですね、はい、でその後ブルボンがカウンター出たんですよ4対3のカウンター出たんですけどちょっとね、まあ、不規則な形というか左に結構偏ってたりしてカウンターの形が悪くなってちょっと詰まっちゃってたんですねで結局ボール持ってる人も詰まってるじゃん出すとこないじゃんと思って回し込もうとしたら、まあ、アンダーになっちゃって敵ボールという感じになりました ででここでまたあの青森逆ちゃん狙,いますね狙えるんですけれどもなんかファールが鳴って1対1とか前線にいる人であのボール出たんですけど回し込むでもファール鳴らされるまたボール出る勝負しに行くけどでも 6m 以内でファール鳴っちゃうから勝負できないみたいな感じであのファール鳴ってね勝負までいけなかった行けてなかったんでそこはねファールに頼らないで。 決めきるかもしくは 6m 以上のとこでその仕掛けてファルもらって勝負とかの方がまあシュートまでいけるんじゃないかなって思うので、まあ、そこはファールならないファールならさないで勝負までい、えー、ける力が必要なのかなって個人的には思いましたはいでそこのその後ねまあターンバーになってしまってブルボンが右サイドからねポンって中に出たんですよ でその選手はこう切り上がったけどディフェンスがこうきたからこんな感じで回し込みこれ7番の田中京也選手ですかね田中京也選手って聞こえたんですけどちゃんとディフェンスつって回し込んで持って持ってでキーパーが来てちゃんとつらべぶち抜いてパコーン決まりましたこれめちゃくちゃ良かったプレーなんであのフローターとか左サイドの人はめちゃくちゃ参考になるプレーだと思うんで ぜひ見てでその後あとは最下再開再開から青森のオフェンス始まったんですけども2人しかね前線行ってなかったんですね右サイドとフローターの人ですかねでもシュートまで行ってるんですよ右サイドから出てでその後リバウンド拾ってとかあったんですけど、まあ、し2人で攻めてシュートまで行ってるってのはめちゃくちゃいいと思いましたはいでまあどうせなら2人でしか攻めてないならブルボンの人もディフェンスで降りてきた方がよかったんじゃないかなって思うんですけれども これはチーム方針的な問題は分かんないですしまあ1ピリ目からプレスっていうのはよくある話だし下がまあ多分ねこれで2ピリ目からああいうプレーがあったら今度上から降りてこいとかなるんじゃないかなって思うんでまあ2ピリ目以降そこ注目してほしいですねでその後あの結局敵ボールになってしまって7番のえあ,あ違うやん上,上で相手のパスが展開されてブルボンの7番の 田中京也選手が、えー、カットしまししたでカットして回し込んでバーカウンター入って得点一番いいやつですねこれもうこれイエースなのかなブルボンのはいでその後はまたブルボンのカウンターが起こるんですけれどもあのね決めきれなかったんですけどこれ僕的には前線4枚ちゃんと揃ったんですよ6号のカウンターかな前線4枚いたんですけど全員高かったんですよ じゃあ何メートルにいたかっていうと全員3メートルぐらい点5とか3メートルこれね全員やっぱり2メーターきっちりいないと上の選手がどうしても高くなっちゃうんですよじゃあ2メーターいたら5メーターで打てたかもしれないけどみんなが3メーターにいたから6メーターからのシュートになっちゃったと、まあ、そういうことも考えられるんで全カウンターで前線行ったらまずは2メートル目に行くっていうのは、まあ、当たり前というか、まあ、そこまで意識すればカウンターのね決定率な え決ままりりやすすくなりますはいで次に白7番またたくさん一ですね誘発してペナルティゲットしたんですけど、えー、青森1番ナイスセーブでしたこれはねめちゃくちゃナイスセーブなんか会場はねうわってなってたなってましたね音的には僕も多分いたらうわって叫んじゃってましたはいで次にあったのが。 えっと、あれだ、えー、青のブルボン、ブルボンじゃない、青森の2番の、確か、なんとかシン選手って言ってたんですけれども、左であのターンオーバーからマイボールになってもらって、1対1で仕掛けて、打開して、回し込んでキーパー出てきるよ、キーパー出てきたけど、シュートまで行ってました。も、ま、う、あ、これ、1対1、すごいなって思ったんで、あの、なんだ、周り、 に頼らず1対1で打開したいって人はねこのプレー注目してほしいですねはいでその後はあのー、白11番ブルボンですねあのターンオーバーじゃないや最下位からのフェンスで右奥にボールが出ました右奥この選手ね 2m までちゃんと行ってたんでめちゃくちゃ良かったです 2m まで行ったおかげでディフェンスがフローターに下がったんですよやばい中入れやれ,いれいってでそしたらこの白11番の選手が振って振って振って ピョーぶちちちみましたこれめゃゃくちゃいいですやっぱり右サイドの人はこうやってぶち込めるとあの次からねちゃんと当たらないといけないとかあのディフェンスがねもう下がれなくなるんで下がれなくなったらまた中入れればいいし逆にじゃあ誰が下がるの上の人が下がるってなったら上の人が開くしでもこの右の選手がこのシュートすらシュートフェイクすらできないであなんか中ん,んか入れられないってなってたらキーパーはずっとかもってると思うんですけれども。 中も注意でき見れてるしシュートも打てるってなった場合はもうこれ驚異的な右サイドになるんで右サイドの人は、えー、こういうプレーめちゃくちゃ参考にしてほしいと思います。はい、で最後にあの青森が縦ドライブ縦縦ドライブで誘発しました。で耐水損あったんですけれどもまたもや耐水損が高くなってしまって、まあ、ブルボンのディフェンスがうまい感じにはまって打たされてるという感じでしたね。 1>, はい、で1ピリ目はこんな感じに終わってあの2ピリ目以降、えー、セットが全体的に高いっていうのとブルボンが下がってくるのかどうかっていうのはあの今から2ピリ目見ていきたいと思いますはいでは今から2ピリ目を考察していきたいと思います <laughs> はいあの青森ボールからセンター取ったんですけれどもトップに展開されてあの右奥とかにつなぐ前にトップからねすぐ左に出たんですよ まあその時にはもう前線右奥の人と左の前の人と2枚になってましたでそれに対してブルボンはさっき下がるのかみたいな下,下がるべきなんじゃないかとか言ったんですけれども、まあ、実際に、ね、はブルボンの選手は下がってましたでもあのちょっと遠い人が下がったから間に合わないであの結局シュート打たれちゃったんですけれどもでその後リバウンド拾って、まあ、得点になってしまったんですけどちなみに得点したのはえっ、ー、と 2番の水高選手ですかね、ちょっと名前合ってるか分かんないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、間違ってたら。やっぱりここ下がるのは、遠い人が下がるってより絶対近い人がヘルプっていうか、見に行った方が、中の人に対応できるんで、これ全員の意識が、やっぱ下がる意識がないと、難しいのかなって思いました。で、その次に、ブルボンの攻め始まったんですけど、 えっとね、青森が12番下がりしてたんですね12番下がりしててでもね4番の選手が1対1仕掛けにいったけどあの結局ボール持ってる時間が長くて青森のディフェンスが降りてきてしまって勝ったという形になりましたここは、まあ、あの下がってる下がって中に勝負されないっていう意味ではあの青森のディフェンスは、まあ、ここ成功なんじゃないかなって思いますはいでその後にですね あの青森がなんか1枚下がってきてるデュフェンスをしたんですよ。すいませんそうブルボンが、まあ、あのフローターにさっきから,さっ,きからっていうかブルボンがセンターで得点してるんでその後とね1枚下がりになったんですね。でそれそのデュフェンスめちゃくちゃ良かったですあの良ければ見てほしいんですけれども2ピルペン1枚下がって1枚下がったってことは上の人が開くじゃないですか。でも勝負するのは 確かに、ね、上の空いてる人じゃなくて左の1対1だったんであの本当はね下がったら上の人が崩して打つとかドライブ行くとかで崩さなきゃいけないんですけれども、まあ、それをさせなかった青森のディフェンスはもうこれ成功だと思うんでぜひ参考にしてほしいです、はい、でその後あの青森のオフェンスがあったんですけれどもあのブルボンがね高いところが下がってきたんですよ、はい、左で勝負されないように。 下がってきてたんですけれども結局勝,勝負されちゃってるんですねで結局あの下がりきれてないというかボール入ってもアンダーとか後ろからあのダブルチームとかできてなかったんでやっぱり中途半端になっちゃうとその下がりとかその,あのなんだその動きが無駄になってしまうので、まあ、中途半端は、まあ、ちょっと NG だったんじゃないかなって思いますねはいで次にあのまた青森が1枚下がりと フローターに対して1枚下がってたんですけれども上のねディフェンスの連係ミスで左の、えー、白ブルボンの8番の健太選手ですかねが空いて空いたスペースにダダってドライブ行ってもらってバチコーン同ぶち込んでましたこれはねもう上の,あのディフェンスのミスをついたこの白の8番の選手はねすごいいい動きだったんで、まあ、下がった時はこういう動き。 ぜひよしですね、はい、で次に、えー、とブルボンのディフェンスがついに最初から降りました左のねところに1対1仕掛けてくるところにその対応はめちゃくちゃいいと思います結局ブルボンあ青森が時間かけて攻めてこないで早いうちから左で勝負しようとしてるからだったら最初から下がりましょうっていう感じになったんですかねはいまあでもその後降りたの OK だったんですけど上からドライブ1人来たんですよ そのドライブに下がってる人がついてっちゃったんですね。で、それで左の選手が空いちゃったんですよ。これだったらもう下がってる意味なくなっちゃって、結局この人に、左の上手い選手に1対1されちゃうんで、ドライブ来た場合は他の人がついていかないと勝負されちゃうよねって、まあ、僕はね、これでちょっと思いました。で、そのオフェンスはまあ失敗したんですけれども、えっ、ー、と、ブルボンのオフェンスが始まりました。で、またさっきと同様に、青森が1枚下がり、あの、フローターとね、 フロータータバックとトップの人が下がってフローターを挟んでたんですけれどもフローターがそれに気づいてやっぱそのままじゃ勝負できないでも勝負したいっていう感じでこのディフェンスが挟まれてない方こ空いてるスペースに切り上がってそこで勝負してぶち込んだんですよ。ここれれはははそのののフローターータ選手ススペースで使うっていうういい動きはこれはもう絶対真似してほしてす まねしてほしいですしディフェンスは逆に空いたスペースに動いたなら上の人も動かないといけないしバックの人も指示出して「おい動いたからこっち動いたから」って連携取らないとあのフローターにねフローターの思うようにやられてしまうのでディフェンスは、えー、そこ連携が必要かなって思います。で失点してしまって、まあ、そのその後ね青森のオフェンスが始まったんですけれどもさっきもう最初っからブルボンが下がってるって言ったじゃないですか。 そのディフェンスになったんです、あっ、さっきと一緒じゃん、いいね、このディフェンスいいねと思ったんですけど、案の定、さっきと同じようにドライブされました。で、そのドライブについていっちゃったんですよ、下がっていった人が。で、それで、左の人が1対1になりました。よし、俺の出番だってなって、ボール飛んで、パンパン、パーンって、いい感じにめちゃくちゃ決められちゃいました。この1対1の、ね、打開力、やっぱね、うまいなと思いました、2番の選手ですね。で、これ、やっぱり、その、下がったのにドライブについていっちゃう。 そのススペース空けられちゃうんでやっぱ上の人がついていかないとやられちゃうよねってさっき言ったことが起きてたんでまあこれはまあ次また絶対こういうオフェンスしてくると思うのでドライブそれにどう対応できるかが注目ですねでそのの後にあのブルボンがセンターでシンプルに一対一して勝負してブルボンの6番の選手が得点しました でその後はあのは青森の攻めで、あのー、さっきと同様にブルボンが最初から1枚下がってましたでドライブへ来ましたドライブへ来たら下がった人がついてたのかっていうと違くて上の人がちゃんとついてってその1枚下がった人は左のエースの方にちゃんとマークしてたんで、まあ、そのドライブにも対応できてたっていうのはあのー、ブルボンめちゃくちゃ良かったと思います これはまあ監督から指示されたのか自分たちで気づいたのか分かんないんですけれどもまあこの試合中このピリオド中に対応できるっていうのはなかなかすごいことだと思いますま僕正直このピリオドをこれやられ続けて青森が得点するのかなと思ったらこの2ピリ目の中で立て直してきたっていうのが本当にすごい評価できるポイントだと思いますはいでその後あの青森が カットインで誘発したんですよ体勢を誘発してすぐもら,ったもらって勝負したんですけれども外してししてままいましたこれね結構ターニングポイントだったんですかねこれもったいないんですけど逆ンがが起きてブルモンが得点したんですよでこれ本来なら体勢誘発して得点できたところを得点できずに失点してしまったんで、まあ、実質マイナス2点とか言ったり表現したりするんですけれども。 そのまま -2 点は結構もったいないなですね得点できるところ得点できなくて失点しないはずの場面で失点し,、ま、してしまったっていうのはこれは痛いですねでここで8対3で、えー、ブルボンが8点青森が3点とこれ決めてたら7対4でまだ近づけれたんじゃないかなって思いますねここがやっぱちょっとターニングポイントになってしまったんですかね 2ピリ目はこんな感じで終わりましたはいということでじゃあ3ピリの話していくこうと思うんですけれども、まあ、こちらも青の、えー、ブルボンがセンターボールあ違うな青の青森がセンターボールを取って、えー、スタートしましたでもう最初の時点で、まあ、ブルボンは結構高い位置からも最後、まあ、中に勝負される前に降り切っていましたで後半でもねこのプレーちゃんと降りてくるっていうのが見られたんでもうあのー、クォーター間 2ピリと3ピル目のクォーター間でそこを修正しきったっていうのはもうブルボンのブルボンが勝利できた、えー、最終的な決め手まあそこがターニングポイントだったんですかねはい、ま、でその後はあの青森の2番がダブルチームに対して1人でねこうポンってやったり回し込んだりして打開してえ体勢誘発してその後体勢依存で4番の位置から えー、クロスかな決めて8対4に、えー、持ってきました。もう青森はそうですね、この2番がやっぱり選手、あのー、なんていうの、エース、エースでしたね。すごい活躍してました。まあ、大学でも続けてほしいですね、ぜひ。来年4年、四年、あ三3年生か。高校3年生で、来年のインターハイ、あの、必見ですね。はい。で、その後は、 あのブルボンがオフェンスだったんですけれども、下がられてたんですね、やっぱり中に1枚、最初から。で、2番のディフェンスのところが下がってて、右,あ右2番のオフェンスのポジションの人が持ってて、シュートぶち込んでました、これもまた。しかも、その前半にもあった11番の選手ですね、もうこのおかげで9対4、もう5点差に引き離したと。もうこの、ね、シュートが 1> 1番のターニンングポイントですかねやっぱり3点差以上離されちゃうと厳しいっていうのでもう下がられても得点できたブルボンの11番の選手2回ともねこれだけできてるんでほんとめちゃくちゃいいと思います右サイドとして今後の活躍に期待ですでその後長いラリーがめちゃくちゃ続いてあの残り1分でねブルボンの8番、えー、健太選手が。 バックシュートめちゃくちゃ結構高い力のバックシュート決めてスコアは10対4になりましたで4ピリ目はあのスコア1対1で結構ロースコアになったんですけどスコア的には全体のスコア的には11対5でえ勝負がついてブルボンが勝利しましたおめでとうございますいやあの結構ダブルスコア以上になってしまってるんですけれどもまあ僕が見てた感想としては青森県選抜も十分ブルボンに 勝ててるチームではあっったのかなって思いますねやっぱりあの左サイドのエースの子がすごい活躍してましたしそれに対してボール集めるのもうまかったんですけどねでもやっぱりブルボンが2ピル目2ピル目にその相手の下がり1枚下がりますドライブ来ますそれについてきますでも開いちゃうでその次にはまあそれをすぐ修正して。 ついていてくのは上の人がついていって中の,あの左のエースに勝負されないようにブルボンが対応しきってたのでしかもそれを3ピリ目でねもうほとんど止め,止め,て止めたので、まあ、ブルボンがあの得点つないで勝負しきれたんじゃない勝負っていうか勝ち抜けたんじゃないかなって思いますその3ピリ目にやっぱり青森の選手が、まあ、どうしてもこのエースに頼ってしまうっていうのはまあ,あると思うんですけれども 他の選手がね下がね下られたらた攻めるとか、まあ、そ,こそこができるようになってれば、まあ、ブルボンにも筆頭できて人というか対等に戦えてもっと競れたんじゃないかなって思うので、あのー、来年来年度来年度の大会で、まあ、ブルボンと青森戦うことがあればその青森はどう戦術が変わるのかっていうのがね楽しみです。もうなんか久しぶりに高校生の大会を こんなまと見ましたね、はい、い結構今回の動画こんな長くなるとは思わなかったんですけれども、まあ、これちゃんと続けてちゃんと1試合目ね全部やっていこうかなって思ったりいやでもこれ結構時間かかるなって思ってこれ見ない人多いんじゃないかなって思うのもあるんですけれども是非他の試合もあの第1試合は全部やって残りは決勝戦の 決勝戦三決やろうかなと思ってるんですけれどもあの、まあ、決勝戦三決は絶対やりますでその前にこのなんだ 1, 1試合目1巡目を、えー、やってほしいっていう人はね是非コメントとか、えー、高評価グッドボタンとかチャンネル登録していただけるとあじゃあやろうっていう気持ちになるんであのね是非コメント高評価ボタン チャンネル登録押していただけたら励みになりますし僕はやろうっていう気持ちになるんで是非、えー、反応していただける時に反応していただけると嬉しいですはいじゃあ今回の動画は以上になりますえー、ブルボンの選手の方青森の選手から試合お疲れさまでしたえー、監督の方とコーチの方もあとは保護者の方も応援ご指導お疲れさまでしたなんか僕がこんなこと言うのもなんなんですけれども これぐらいしか言えないので。はい。ありがとうございました。すみました。という感じで、本日の動画は以上になります。最後のご視聴ありがとうございました。